はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。ウィニングポスト9 2021やってみましょう。さあ、前回からこちら馬主としての生活がスタートしまして、ノーザンドライバーという馬を所有しました。で、レースの方はですね、惜しくも入選ならずということだったんですけども、さあこれからどんどんレースに勝って賞金を稼いでいきましょう。よーし、やっていきまーす。で、新しい顔出てきたな。シューサブローさん、どうも。馬券道探求者で有名な、ただのギャンブラーよ。この人がなんでうちに来たんだろう。またお客さん来た。で、また変な人来た。馬主の都大寺昇龍、すげえ名前だ、昇龍。で、何ですかそんな方が。で、なんかセクシーお姉さん来たよ。で、この人オーナーブリーダーなんか。あなたの1年先輩。あ、そうね、もうたった1年。まあとりあえず、はい、どうもこんにちは。なんか失礼なやつだったらしいね。さあ、でまあこんな感じなんですね。了解です。で、あれからですね、ちょっと日にちが経ちまして、で、絆コマンドも増えたので、レースに近くなったら使っていきましょうか。さあ、今週ノーザンドライバーがフィリーズレビューに、出走するそうですね。これが桜花賞のトライアルレースなのかな。いやー、これはできれば出走したいね。で、ハースマラさん、こんにちは、どうも。今日は違う。どうしたの。一ファンとしてペペペペ牧場を見学したくて。あー、そうなんだ、勉強熱心ね。さあ、好きなだけ見ててくださいね。まあ、この方とも仲良くなったりするのかな。あー、で、あー、まさしく競走馬の投手を挙げる。あー、すごい。で現在、うちのノーザンドライバーちゃんは。で、また来たの誰か。あー、さっきの勝ち気なお姉さん。はあ、いつはおまけよ、おまけ。え、恋人じゃないの。あー、なんか違う恋人連れてきた。どういうこと。何なのこの人。あー、で、この人の方がさっきのメガネよりも威厳ありそうやな。あー、で、この、男の方はね、白毛や足毛の競走馬を、好んで集めてる方らしい。いやー、いろんな方いるね。さあ、ということで、で、ノーザンドライバー今どんな感じ。まあ、だいぶ今調子上向いてるか。データは大丈夫。こうして、あー、健康 F プラスなのか。だけど調子はだいぶ上向いてきたね。これは期待持てるぞ。さあ、ということで、ノーザンドライバー2走目いきましょうか。いくぞ。さあ、フィリーズレビュー、なんとしても勝ちましょう。さあ、そしてで、これが今週のレース。そしてフィリーズレビューは、さあどうでしょうか。来た。さあ、フィリーズレビューでございます。さあ、頑張ってね。で、ノーザンドライバーは3番人気かな。パドック見てみると、はい、で、コメントは、直前調教ではそこそこの動きだった。まあ、心配はいらない。そうなの。それが心配なんだ。勝ってほしいから。で、ノーザンドライバー、さっきのクイーンカップよりもいいマークはつけてもらってる。作戦は相馬までいこう。で、レース行きましょう。さあ、頼んだぞ。さあ、根性見せろ。さあ、放置杯フィリーズレビューでございます。芝の 1400m か。出走距離も大事なんだよな、これな。さあ、大丈夫でしょうか。お願いね、頑張って。さあ、頼んだぞ。
阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。何番だったっけ、スタートしました。各馬揃った、あそこは何番だ、でもスタートは良かった、前に行きそうです。先手を取ったのはヘイムリズム、その外からシェルジェーン、1400m だから、まあスピード勝負になるか。ピンクの帽子オリーブジェンヌ、いい位置につけました。内からはエアブラフ、頑張ってね。並んで4番アクトクラシカル、レガシーフィールド、この馬もこのグループ。内からはサニースイート、今度はやや中段ぐらいかな。スマートルール、しんがりからアドマイアイコール、各馬がタープの上を駆け抜けていきます。気象が荒いからね、もう怖いのよ。7番ヘイムリズム、依然として先頭。でも場所はめっちゃいい。先頭はまだ漆黒の馬体、ヘイムリズム。上がってきた。2番手はシェルジェーン、ガーデンオブベイ。3番手、頑張れ。なんとしても桜花賞に出走するんだ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。コーナー曲がってきて、まず先頭、頑張れ頑張れ頑張れ、もうすぐ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 、振り切れるか、いけいけ、頑張れ頑張れ、あーいいぞいいぞ、あマジでマジで、あーやった、勝った、ナイス。ノーザンドライバー勝ちました。オッケー、よかった。さすが、見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。まったくよ、やったー。勝てた、絶対勝てねえと思った。だってさっきのクイーンカップがさ、入選してないっていうさ。やったー、お手柄。短距離が得意なのかな。やったー、ようやった。やりましたよ、ヌーさん。この調子なら桜花賞でもいい走りを見せられそうですよ。あ、そうだよね。いや、やりましたね、ヌーさん。ありがとう、原さん。あんたのおかげや。今日は篠山くんもいい騎乗をしてくれましたね。これから篠山くんをノーザンドライバーの主戦にしようと思うんですが、よろしいですか。まあ、よろしいにしておきましょうか。うん、まあ、お手柄だからね。相性はいいのかもしれん。で、絆レベルアップ。ああ、よかったよかった。今日は勝つ自信がありましたよ。そうなんだ。ほうほう。オッケー。ノーザンドライバーとコミュニケーションを取っていくうちに、この馬のことが分かってきた気がする。うん。気のせいじゃないといけるよね。G1 勝ちを期待してしまいます。ノーザンドライバーにはね、まだちょっと厳しいかな。それはあんたの弟子だや。うん。もう、勝たんと許さへんで。フィリーズレビューで1着でしたから、ノーザンドライバーが桜花賞の出走権を獲得しました。桜花賞への出走を追加しましょうか。うん、もちろん。オッケー。もしかしたら勝てるんじゃないか。あーね、失礼ですが、今のフィリーズレビューを買ったノーザンドライバーの馬主の方ですか。あ、はい、そうですよ。で、私は秘書の立場です。横じゃありません。で、私は、吉野春文、そうなんだ、はい。で、うちも出てたと。で、負け惜しみをやってくれっていうことかな。あ、今度は負けませんよと。はいはいはい。やったー、重賞勝つと嬉しいよね。いや、まさか開始1話目で勝ってしまうとは。で、オリーブジェンヌも力相当だったと。あーで、ライバルになりそうですね。ああ、そうか。はいはい。ほうほうほう。ああ、出た。ライバル関係成立。ノーザンドライバー VS、で、最後まで読ませて。で、あ、で、このプレイ評価のやつ。あ、獲得できたんだ。オッケー。まずは1個。さあ、で、新たな目標は何でしょうかね。さあ、頑張っていきましょう。で、お客さん。あーで、さころこちゃんだ。あー、どうもどうも。牧場開設にあたって受けた融資の返済。融資受けてんの私。どういうことですか。貸し剥がしに来たのか。30億円が融資されました。あー、そうなので、30年間年末に1億ずつ返済。そうなんや。そうか、1億は残しておかないといけないんだね。そうか、了解です。めっちゃお客さん来るな。で、あらての馬主が来た。なんすか。新しい仲間のお祝いに駆けつけてきました。まあ、ありがとうと言っておこう。まあ、ライバルですからね。人脈はどうやって広げる。競馬場で、なんかその人脈を作れておくこと。なるほどね。
さあ、ひかりさん来ましたね。こんにちは。桜花賞が間近に迫ってきましたね。うん。で、馬主として初めて迎えるクラシックなので、私たちもドキドキしてます。で、それでは一緒に決戦図を確認しましょう。ありがとうございます。どんな感じ？すごいね、なんか。で、3歳牝馬の状況は現在こんな感じになってます。で、ノーザンドライバー、レース校舎って言われてるのか。で、私の注目は、イソノルーブルですね。なんだと。阪神ジュベナイルフィールズの勝ち馬なんだ。そうか、強そうやな。で、ノーザンドライバーも注目を集めてる。やはり、フィリーズレビュー勝ちが光りますね。うん、なるほど。なんかでもみんな強そうだな。ご丁寧にどうもありがとうございました。うん、ありがとう。さあ、で、どうしようかの。で、あやちゃん。今日は紹介したい人をお連れしました。うん。このおっさんは、吉野ノーザンファームの牧場長、吉野さん、どうも。さあ、どうしたんですか？もしかして、布さんに繁殖牝馬を譲っていただける方を探してる。もしかして私たちのこと？マジか！繁殖牝馬持ってきてくれたの？嘘。マジで？マジか。なんか私たちとんでもないラッキーボーイやな。だから、その繁殖牝馬。うわ、選べってか、ありがとうございます！すごいな。なんかもうイタリー作り正義やね。そうやな。まあ、こん中だとこのミホクイーンが一番いいんじゃないかなと思うな。で、現在ブライアンズタイムの子を、はらんでるというわけですね。了解です。じゃあこの子、はい、お願いします。はい、ミホクイーンでよろしいですか？はい、いいです。ほほう、なかなかの馬を選ばれましたね。ありがとうございます、本当、吉野さん。で、種付けのシーズンは5月から6月なんだね。了解しました。で、10月に繁殖牝馬のセール、なるほどね。庭先取引もあると、了解しました。さあ、では頑張っていきましょうね。種付け楽しみだね。で、布さんに2歳馬もお譲りしようという話がある。そうなの？だけど桜花賞で布さんの実力を見極めてから。そうなんですね。出てきた。桜花賞で5着以内か。大丈夫かな。さあ、では頑張っていきましょうか。で、これが馬の入手のヘルプかな。なるほどね。じゃあ今回はですね、絆コマンド使ってみましょうか。ゼガヒでも桜花賞は勝ってほしいので、じゃあ原さんと調教師との絆、じゃあ使っていきましょう。はい、さあ、絆コマンド使います。で、調教師との絆ではカルメ調教と疲労回復のどちらかを選べます。これなー。いやー、でもね、フィリーズレビュー相当疲れたと思うから、じゃあ疲労を下げる。よし、ここでいきましょう。で、疲労を解消させた競争はもちろんノーザンドライバーしかいないでしょ。で、この子ね。はい、さあ、ではお願いします。お待ちしていました、布さん。ちょうど今ノーザンドライバーが軽い運動から戻ってきたところです。はい、疲労回復によりノーザンドライバーの疲労が少し下がりました。オッケー。ノーザンドライバーの呼吸も整ってきたようですね。疲労回復により疲労が軽減しました。原先生、ありがとうございます。さあ、で現在どんな感じ。確かにね、疲労のグラフのところがね、下がってきてはいる。はいはいはい。で、調子はもうめっちゃいいじゃん。原さんやるな。さあ、で、こちらヨークが誕生しました。おめでとう。ミホクイーンいきなり産んだの。わ、すごいな。うちに来てすぐ産んでんじゃん。やったー、ブライアンズタイムの子供だ。評価額めっちゃ高え。マジか。やったー、この子活躍しそうだね。はいはいはい。なんか情報見ることできる？で、まだ能力は分かんないのか。さあ、この子の活躍楽しみですね。で、おめでとうございます、野さん。これがペペペペ牧場における記念すべき初めての生産になりますね。いやー、すごいなー。この子めっちゃ楽しみやなー。で、これがヨークの誕生のヘルプなんですね。誕生直後は能力はほとんど分かりません。そうか。
まあそうだよな。了解しました。さあで、うんで5月が種付けか。うん、そうだよね。楽しみ。いやー、いろいろ出てくるね。で、どなたかお客様ですね。誰？あー、篠山さん、オス。これは篠山騎手。今日は一体どうされたんでしょうか？突然お邪魔してすいません。春のクラシックを前にノーザンドライバーのオーナーであるヌノさんにご挨拶をさせていただきたくて、みんな丁寧だね。よう、私の牧場遊びに来るわ。で、ノーザンドライバーは本当にいいものを持っていますよ。わー、そうかもね。いや、なんかめっちゃ楽しみだな。なんかみんなめっちゃ期待かけてくるんだよね。ほうほうほう。で、この馬との出会いは大切なものにしたいと思っています。これは私の気持ちです。あー、絆コマンド。騎手との絆か。はいはいはい、なるほどなるほど。ほうほうほう。もしノーザンドライバーの騎乗依頼をいただけたら精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。うん。いやー、篠山さんな。こうやって騎手って変えれるのかな。いや、どうしようかな。出走登録で、あーっと変えれるか。ノーザンドライバーには誰を乗せますか。やばい、篠山さんがかわいそう。いやー、でも勝てそうな人に譲りたいな。中じゃなくて通算勝利効果、これを相当して、あー、大壁さんがいるのか。で、こうやって見ていくと、いやー、やっぱりね、ここは岡部さんじゃないかなと思うんだよな。いやー、篠山さんごめん。まあとりあえずここはもう大舞台だから、岡部さんに任せよう。篠山さんは新人だからね。ほんとごめん。本当にごめんな。で、今週のののさんの出走予定はこのようになってます。あー、桜花賞あっという間だったね。さあで、ライバルのオリーブジェンヌも出走してきますね。そうかそうか。さあ、では負けないように頑張っていきましょう。いやー、もうあっという間にクラシックだね。ダビッサーの時はこんなんじゃなかった。バレンな戦い。あー、なに、裸足のシンデレラ。うわ、すごいな。あー、紹介してくれた、サンキュー。渡さない、自力十分。おー、かっこいい。すごいな。ノーさん、ちょっとよろしいですか、オンライン対戦について。いや、まあそれはおいおいやっていこう。いいねいいね、雰囲気出してくる。あー、で、勝ち気な女、レ・スズランちゃんかな。うん、こんにちは。このペテリ牧場には随分と立派なシボバ汎用施設があるのね。あー、このままだと宝の持ち腐になっちゃうんじゃない。だからせめて私はシボバについて教えてあげようかと思って訪ねてきたのよ。彼氏はどうした。まずは現在の日本の血統状況を教えてあげるわ。今日本の生産界の中心はノーザンテイストよ。あー、多分ね、ノーザンドライバーもね、お父さんがノーザンテイストなんだよね。で、ブライアンズタイムやトニービン、サンデーサイレンスといった海外の実績馬も輸入されてると。ほうほうほう。そんな中で私が今注目しているシボバはホスピタリティよ。ほう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 、なるほどね。あー、で、代表3区にはサツキ賞を勝った馬がいるんだ。ほう、この子で、荻野さん、萩野さんかな。で、どっちだろう。もうスズランちゃんでいいや。なんだかあなたたちがちゃんとオーナーブリーダーとしてやっていけるか心配になってきたわ。ツンデレなのかな。なんやかんやは私に気があるのかな、この子。で、なんかあったな。リーディング3位以内。何の話？あー、シボバリーディングというのは、3区がどれだけ賞金を稼いだかで決まるの。おー、あー、なんか挑戦してみるとか言ってるけど、もう一度課題を教えて。ごめん、飛ばしちゃったから。2006年までに所有シボバで年間リーディング3位以上を取る。あー、なるほどね。あー、じゃあ一回やってみようか。いいわね、何事もまずはチャレンジしないとね。
そうやな。あ、もしよかったら試合の牧場から譲ってもらえそうなシボワを紹介してあげるわみんなすげえな、超私優しいじゃん。で、私のおすすめはリブリアよ。バネのような瞬発力を武器にいずれはネバーベント系を代表するシボワになって、なると期待しているわ。うわ、めっちゃいるな。何がいいのかな。でもリブリアシーズじゃないもんな。なんかネバーベントとかなんか見てたね。良質な瞬発力が武器。あ、そうなんだね。まあこれでいいか。で成長型は晩成なのか、ちょっとそれ気になるな。待って、まあスズランちゃんはリブリアを勧めてるけど、私はじゃあサッカーボーイでいこう。なんか名前が好き。じゃあこの子でいきましょう。はい。で3億円になる。あー高いなまあじゃあこれでいいか。はい。それじゃあサッカーボーイをのさんに譲ってもらうように話しつけておくわね。ありがとうございますいろいろ、本当ありがとう。最後にアドバイスよ。さっきも言ったけれど、シュボアのリーディングは3区がどれだけ賞金を稼いだかで決まるわ。で、いかに G1 レースを勝てるような強い3区を出せるかが鍵よ。あー、そういうことな。はいはいはい。サッカーボーイでいけるかな。勉強になります。15年以内に所有シュボアで、あー、これさっき言ったやつね。はい。で、サッカーボーイじゃなくてもいいんだね。わかりました。さあ、それでは行ってみましょうか。桜花賞、さあ勝てるでしょうか。で、海外のレースもね、出ることできるんだよね。さあさあ、まずは、いやー、桜花賞勝てたらすごいよな。はい、じゃあ頑張りましょう。さあ、ノーザンドライバーが出走、応援しましょうね。で、あれ、もしかして一番人気、ちょっと待って、パドック待って、何番だったっけ。13番。コメント、直前状況ではそこそこの動きでした。まあ心配はいらないと思いますよ。一番人気か。やるんじゃない、もしかして。でオリーブジェヌ、あれマークついてないよ、私のライバル。あ、ノーザンドライバーめっちゃ丸ついてるやん。マジか。で作戦、あ、で騎手は岡部さんに変わってる、やったで適正はもうニッコリなんだね。はいはいはい。まあ、だったら大丈夫やろ。じゃあ行きましょう。さあ頼んだぞ岡部さん岡部さん、あんた方よりや篠山さんに変えてよかったと言わせてくれ。いやー、篠山さん切ないな。もうせっかくわざわざね、牧場まで来てくれて、挨拶してくれたのに。いやー、やっぱね、ここはね、中学1番、この最内枠から固い人に任せたいのよ。あーで、なんだこれは。あー、一頭一頭紹介してんのか。あー、でこれ私のライバルね。7番人気か。マークついてなかったけど。その漆黒の馬体には力強さが、前走で一番人気じゃないか。あー、でこの馬なんかすごい調子良さそうだよ。あー、この馬も調子良さそう。スカーレットブーケ、なんだそれ聞いたことある。あー、で出た磯野ルーブル、光さんの注目はね、3番か。あー、でこれあれだよ、決戦図に出てた山のカサブランカ、9番人気どうしたの。あーでしゃ、あら走ってる。 G1 も大舞台、ファンはこの馬を1番人気に支持しました。ノーザンドライバー、これ私めっちゃ噛みまくってる、ごめんね行きましょう。まあね、あまり人気はありませんが、そんなこと言うな。さあ行きましょう。さあまあまあ、この辺はね、さあじゃあ行きましょう。馬の障害が終わりました。ファンファーレです。うわー、大丈夫か。いや、緊張してきた。で、これで5位以内に入ればこう優秀な2サイバーを紹介してくれるってやったから、さあ、なんとしても入賞はしてほしいですね。
うわーすげー、まさかの桜花賞だよ。わー、三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に13番ですよ、ノーザンドライバー桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。頑張ってね。あと磯野ルーブル、あーで磯野ルーブル入れ込んでる。大丈夫でしょうか。これはまさかチャンスなのでは。大丈夫です。最後にシスター投手入ってゲートイン完了です。お願いします。スタートしました。オリーブジェスタートはどうでしょうか。悪くなかったような。この馬も好スタートを切りました。さあ大丈夫、西野隊と行きました。続いて前へ行くのはオリーブジェンヌ、さらにはペイエムリズム、前哨戦の勝ち馬ノーザンドライバー、前の方には行ってる。ああいい位置かな。これは東海ソフトリー、それに続きます。これに続いてフルボードする、黒の帽子チグササラ、岡部さん頼んだ。その後ろタクトクラシカル、この馬もこのグループ鎌田東商、そのうちに続いています。で、コーナー曲がっていますよ。内からは花車、でも前の方はキープしてる。あ、めっちゃいい位置じゃない。そこここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はゲットして、ちょっと下がってるよ。大丈夫ね、岡部さん、岡部さん大丈夫。それ東海ソフトリー3番手ノーザンドライバー、さあでいい位置です。さあここからどうか。さあいよいよ直線の攻防。抜けてる。あ、抜けてるよ。ノーザンドライバー頑張れ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 。残り200m。まさかまさか。勝った勝った、やったーノーザンドライバー、私いきなり桜花賞取りました。やったやったー。まあ難易度ノーマルだからだけどっていうのもあるけど、やったね。うわすげー、いい馬選んだな私。ノーザンドライバーやってくれたよ。あらすげえじゃん。わあすごいじゃんやったー、なんて幸先のいいスタートをね私は放ってるんでしょうか。いやーみんな褒めてあげたいねありがとう。あで岡部さん、あなたのおかげや。やりましたよ宇野さん、桜の晴れ舞台を制することができて本当に最高の気分です。今年の牝馬クラシック戦線はノーザンドライバーを中心に展開しくくことになりそうですね。うん、あで原さん私の厩舎に初の G1 タイトルをノーザンドライバーがもたらしてくれました。本当にありがとうございました。とやったー、これ絆深まるんじゃない。うわすげえなでオリーブジェンヌ、私のライバルは11着か。すごいすごいよ。いややったな。1番人気だったんで勝ててほっとしてます。まあ1番といいどもね、さすが岡部さん。乗ってて感じたんですけど安定感があるっていうか、こういうタイプの馬はちょっとやそっとのことでは動じなさそうですよ。それからノーザンドライバーは本当に賢いですね。全く悪さなんてしないし、乗り役の指示にも即座に反応してくれますよ。ああそうなんだ。それ以上にソウルーブルを抑えて勝ったことが嬉しいですね。ああそうか、意識してたんだ。やったー、うわすげえ感動しちゃった。桜花賞で1位でしたから、ノーザンドライバーがオークスの出走権を獲得しました。いやーオークスはいかん。あのねちょっとねあれなんですよ、距離が長いからノーザンドライバーはね短距離馬だからね勝てないと思う。野さん、改めましてノーザンドライバーでの桜花賞の勝利おめでとうございます。ありがとう。私もノーザンドライバーの管理について手応えをつかむことができました。それでは失礼いたします。うん、いやすーげー勝っちゃった。いや勝っちゃった、次どうしよう。勝っちゃったけど。あーでうちの厩舎も大いに盛り上がりましたよ。ライバルに勝つとこういう風になるのかな。次に戦う時には磯野ルーブルの GM を万全の仕上げで臨んでくるでしょう。ああそうなの、そうか。あーでチュドーまた磯野ルーブルと戦うんか、こいつ強えだろう。あーでプレイ評価の桜花賞で5着以内達成しましたね。そうだね、余裕だった。やったー、すげえなー。桜花賞勝っちゃった。
あーで誰か来た。フリーライターの安田千六かな。私は秘書の立花萌木と申します。横じゃないですよ、立花です。ノーザンドライバーについてお話をいただければと思い。ああそうなの。現在どんな感じかな。まあやっぱちょっと疲労上がってるよな。で賢さ A なんだ、すげえな。だからか、あんだけ岡部さんが褒めてたもんね。ほうほうほう。あと安田さんは真の強者はマイラーが持論で、マイルのスピード戦の分析記事で有名なんですよね。ああそうなの、よう知ってるね。ほうほうほう。あ、マイルのスピード競馬をこなすだけの下地があったということですね。うん、いやー嬉しかったな。じゃあこれからもよろしく。あーで絆コマンド、初対面なのに。あーとこれは、あーと美穂、美穂なんとか名前忘れちゃった、ごめん。あの子に使ってあげたいけどな。さあでこれが、はいはいはい。でライバルに勝てたことでノーザンドライバーも成長できた。あーやった。で今度はイソノルーブルに勝たんといかんだよね。でめっちゃ来てくれる、ありがとうね原さんだよう来るなこの人。でいやーすげえなー。いやー休ませてあげたいなー。いやーほんとありがとうね。G1 馬の風格のようなものが漂っていましたよ。あ急に。あれ絆コマンド、あノーサンドライバーの絆か。G1 馬の移行により馬自身の闘志が上がる。すごい賢すぎる。さあ今回はここでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。